武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は近畿大学の国語の勉強について話していきたいと思います。国語ですが、時間60分に対して大問が3題出ており、うち大問2つが現代文で1つが古文という形と、なっています。でどちらの難易度も、まあ、日大レベルが、対応できていれば十分解ける、難易度にはなっています。で漢字の書き取り、まあ、とは言ってもマークシート、全てマークシートなので、まあ、漢字の選択をする問題、ですね。でこれに関してはセンターの形式などが近いので、まあ、センターの問題集なのでやっておくのと、まあ、通常の漢字の問題集で、まあ、漢字を、一通り覚えておくといいでしょう。で読解の選択肢に関しても、まあ、ややこしいものがあるには、ありますが、ちゃんと読めていれば十分対応できる問題なので、まあ、丁寧に読解をして、しっかり答えを選べるように、まあ、問題演習こなしてやっておきましょう。で古文に関してはですね、まあ、基礎知識あって問題演習していれば大抵のものは、対応できるかとは、思います。ただ年度によって文学史の知識が出てくることもありますので、このあたりはしっかり入れておいた方がいいかとは思います。で、まあ、基本的にはその文法なり主語をつかむ練習をしっかりやっておいて、まあ、解けるようにしておくという形ですね。基礎全体的になんとなく、まあ、訳分かりゃなんとかなるだろうみたいな形じゃなくて、知識的な部分も結構聞いてきたりとか、あとは和歌解釈の問題とかもあったりはしますので、全体的な総合力を上げるように心がけてください。以上が国語の勉強となります。